努力が報われるのがビジネスではありません。こんにちは、三浦弘樹です。あなたがですね、本当にビジネスに取り組んでいて、努力をしているのに、思うような、結果が出ないとかね、もしかしたらですね、それはその、必ずですね、残念ながらやっぱり努力がね、報われるのがやっぱりビジネスではないんですね。で、ビジネスにおいてですね、頑張ったでしょうはないんですね。頑張ったでしょうね、よくね、小学校の時に漢字とかね書くとこう頑張ったでしょうみたいなね、そういうスタンプをね、僕は小さい頃ね、小学生の時とかね押してもらってましたけれども、ビジネスの世界は頑張ったでしょうはないんですね。常にやっぱりこう結果を出さないと意味がありませんね。じゃあ会社をね、あなたが会社をね経営するんだったら、会社でね売上を出し続けていかないと会社っていうのは当然潰れてしまいますね。あなたが個人事業主だったらですね、やっぱりその収入を生んでいかないとですね、ご飯も食べていけないわけじゃないですか。なのでやっぱりね、結果っていうところが必要です。で、頑張ったから、結果が出るっていうわけでも残念ながらなくて、どれだけ経験だったりとか知識があったりとか、その喋るのがね、得意だったとしても、こう、選ぶビジネスが悪かったらですね、そもそも成果がね上がっていかないんですね。例えばあなたがね、今私はですね、iPhone のね最新機種をね、愛用してますけれども、今あなたがですね、その iPhone4 とかをね売っていたら、それはですね売れないわけじゃないですか、そんだけね新しい機種。例えば、今あなたがですねガラケーを売っていたらですね、それは売れないわけじゃないですか。どんだけあなたがね営業トークが素晴らしかったりとかね、あなたがねいろんな人脈があったとしても、そういったですね選ぶビジネス、扱うものをね、間違えていたら、やっぱりですね、成功していかないね、努力しても結果が報われないってことですね。なので意識してほしいのは、やっぱり結果の出るビジネスをやるっていうところが非常にポイントになってくるんですね。でやっぱり僕自身もそうでした。やっぱりその僕は、自分がこう起業していったりした時に、100万円というよりも100万ももちろん稼ぎたかったですけれども、200万300万400万とかね、もっともっとね稼ぎたいっていうふうに、思ったんですね。で最初ですね、物販とかをね、やっていたんですけれども、じゃあ物販でそもそもですね、じゃあ100万稼ごうとかね200万稼ごうって、無理ですよね。実際に、僕がね物販を教えてもらっていた先生でさえ100万とかね稼いでいないのに、じゃあどうやってね生徒を稼ぐかっていうわけですね。周り見渡しても物販でね5万とか10万稼いでる人がいましたけれども、じゃあ100万とか200万とか300万とかね稼いでる人がいないわけじゃないですか。だからそもそもやっぱり物販をやって、300万とかね100万200万300万とかを稼いでいきたいっていうふうに思ってるのに、やっぱり物販をね取り組んでいるっていうのは、そのビジネスの選択っていうのが間違えていたんですね。でじゃあ僕が突き抜けたっていうのは、やっぱりそのセミナー講師になっていって、やっぱり突き抜けていきました。でそれなんでかっていうと、じゃあその周りを見渡していただいても、分かると思うんですけども、じゃあセミナーをねやっている人とか、じゃあコミュニティを運営している人とか、そういう人っていうのは100万とか200万とかは全然普通なんですね。なので、稼ぎやすい、そういった、結果に出るビジネスに、取り組めたっていうところなんですね。なのでそういった部分を、意識して、今あなたがですね、やっている、ビジネスそのものがちゃんとあなたのこう努力が報われるビジネスなのかっていうところもですね、意識をして、取り組んでいっていただきたいなというふうにですね思っておりますね。ぜひね選ぶビジネス間違えたらですね、いくら努力してもですね、無駄な努力に終わってしまいますので、そこをね、しっかりと意識をしていただければなというふうに思っております。で今回ですね YouTube で説明欄にですね私の無料オンライン講座がありまして、そちらは私がですね今最もですね稼ぎやすいと言いますかですね、結果の出るですねビジネスっていうのを教えております。体系だって教えておりますので、ぜひ、そちらの無料オンライン講座ご覧いただければなというふうに思っております。そして YouTube のチャンネル登録もぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。